大丈夫。サンタが思った以上に来ないか。じゃあじゃあ。たまに寝てんのかな。でかー。じゃじゃーん。せーの。はい、どうも決まりました。どうぞ。せーせー。一瞬。イエイ。イエイ。せーせー。名前言えてねえ。バレた。はい、ということでね、はい、今回は何をやっていくんですか。今回は、グッドラックテーブルと、グッドラックソファー。グッドラックテーブルとグッドラックソファーシリーズなシリーズ、いいね。ちょっと今までね、イストテーブルみたいなちょっとこう小物じゃないけどやったことないからね、まあ、そういうのもちょいちょいこう出していけたらいいんじゃないかなと思います。ってことでね、待って、何キカさんいるね。あ、そうだね、今日キカさんいないね。あ、いない、今日いないんです、キカさん。大丈夫、キカさんやっていける。大丈夫。別に俺もいらないんじゃないかなと思うので、今日はちょっとね、比嘉さんとちょっとミサオにね、今回は任せようかなと思います。はい。え、マジ、うん、ちょっと俺カメラマンもあるわ。マジかよ。よくなんかチャチャぐらい入れてね、ちゃんと。チャチャ。はい、ということで、こちらがテーブルとソファーです。はい、ということで、まずソファーからいってみようか。小さくていいね、どっちもなんか。そうですね、ソファーまあ折りたたまれた状態から、まあ、基本的にはもうここ終わりで、最後に右側の部分ロックがあるので、これをカチッと。終わりですか。以上です。じゃじゃーん。はい、次これ DOD だったらね、よく見る形やな。何度かやったよね、この形のやつは。やったやった、ね、クッキングキングと、あとちょっと前のやつ、マルチキッチンテープ。そうそうそう、それだね。懐かしい、はい、おなじみの形やね。そうですね。じゃあやっていきたいと思います。いただいて、あー、なるほどね。もうなんとなく分かってる、全員を。分かりました。うん、こうだね。もうやります。はい、一応ここはロックになるので、これですね。お願いします。指挟まないように気をつけて。で、初めにこの収納だろ、これデザインで、それを出して。今日は前後ろなしです。大丈夫です。で、上と下があるので、はい、テーブルのフックが。はい、これね。はい、6箇所。四隅と真ん中に入っています。で、これは6箇所こうにして引っ掛けてください。で、あと四隅のマジックテープ。オッケー。で、今ちょっと初めこの高さでやりますけども、裏返してもらって、で、あ、これだ。はい、これ、ね、はい、できました。で、あと鼻を入れていただいて、はい、入れます。よっ、入れてよっ。しっかりしとるわ、そこにダルト。で、クッキングキングみたいな。あー、やったわ。これでこう、もう出し入れが簡単だよ。はい、使わないときは閉めれる。夜、寝る前とかで閉めてから。そうですね、はい。飛び出た方がいい。こっち DOD さんのやっぱり収納がすごい多い。すごいね、確かに。この高さでもできるけどってやつでしょ、これ。これがあるとこ。あのね。なんかすごいよ。そうですね、これネジで止まってるので、ちょっと高さを出したい場合はこれをつけてもらう。すっげー、こんなにピンポイントでちょっと上げられるとか。すげー。今はだいたい40センチぐらいなのを50センチぐらいにしたい場合はこれを。すげー。最大80センチぐらいまで、うん、めっちゃ高くなるじゃん、はい。だからまあキッチン台として使えなくもない。これすごいね、分割できるのすごい。考えてる。一応この最後ここの部分に、はいはい、あの一応そこパーツっていうのが1個。ああ、下の外してここにつけて。あ、そうやろう、ちょっと、はい。まあ初めに多分高さ途中で変えたりしないと思うので、これを外してもらって。外す。はい、お好みの高さにしてから最後また。ちょうどいいかな。ちょうどいいかも。1メーターと60センチ。すごい。すごいね。あと2段階あるんだよ。2段階あるんだ。だって4段階あるじゃん。何もつけてないのと、ちっちゃいのつけるのと、長いのつけるのと、両方つけるので。うんうん、なるほどね。寝たかな。ん？聞いてる？ちょっと眠い感じですか？うん、うん。たまに寝てんのかな。チャンチャーが思った以上に来ないな。俺も思った。まあ、俺も喋れないことあるので、こんな感じなのかな。確かに寝てるなって。でしょ？うん、そう。思った。思った？うわ、すっげえ高くなった。椅子だとちょっとこれだと高いから、うん、悪くないけどね、これ多分。こ、聞こえてる？今、ダメだった、すいません。うわ、これはさすがに椅子はないね。このまま食べるって感じ。もう、こう、こう
こうだね。でかー、食卓テーブルっていうかね、家庭の普通の椅子があって、そうだね、そうそう、まあでもキャンプ用品でこういう高さの椅子もあるんですよ、うん、これ完全にもうここで調理だよね。割と足長いけど、肩つきもそんなにないかな、思った以上に、うん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 、なんかすっごいふんにゃふにゃなとかあるじゃないですか、うん、一応静止体感というか30キロ、おー結構あるね、までいけるので、で、はい、ここなんかいろいろ入れられる、そうですね、はい、でも入れたらなんかもうちょっと安定する、なんか機能的なテーブルです、ね、うん、本当に、はい、ちょっと他の色ちょっとあるなら置いてみましょう、はい、はい、ということで、3つ大中小並べてみました、ありがとう、どういたしまして、ここでちゃっと入れるこう見ると結構高さ違うね、大中小ってなってるけど、一応この間にもう1個チューブある、すごいね、めちゃめちゃバリエーション豊富じゃん、木目だね、こいつだけ、そう、今回だけ木目調、フレームも本当だ、これはお好みで、いいよ、日傘の方が面白いことやっていいよ、無理だ、それできてたらもうやってるでしょ確かに